桜京介です。はじめまして。今日はアコパラということでね、僕はアコパラ初めてなんですけど、まあ、しかもこういうふうなところでお客さん入れて入れやるっていうのも初めてなんですけど、まあ、今日はあの音楽を楽しんでいただきたいなと思って、僕も頑張っていきたいので、皆さんよろしくお願いします。最初にやる曲は、長澤智之さんの「驚愕列車」という曲をやりたいと思います。ではやらせていただきます。やりたいと思います。
2曲目はまあ、これが最後なんですけどね、畑元博さんの「MySoulMySoul」という曲をやりたいと思います。こうやってやらせていただいてとても緊張しましたけど、まあ、オコパラ次あったらまた出たいと思っているので、その時はまた会いましょう。ありがとうございました。では、やりたいと思います。今日はスニーカーを履いたよ。次の駅まで歩いてみよう。使い古しくらいがきっとちょうどいい。リズムに合わせて流れ始めるメロディーに自然と速くなる僕の BPM。 さりげなくてありきたりだってとても大切なんだよ。Thank you.